口翔被告が今日保釈されました。セルフモザイク、ブリオン、台風の風を味方につけたゴンさん、どうしても小室圭に見えてしまう。彼は風の使い手、インパクトがありすぎて内容が飛ぶ、出落ちで神、ガチでずるい、ダースベイダー、才能の塊、ヒカルさんの関係会社で働くらしい。どっかで見たことあると思ったらベノム、声出して笑った、笑ってはいけない。阿武町の風が田口翔に振り込まれた。